こんにちは。こんにちは。こんにちは。なんか、ゆきちゃんの声ちょっと聞こえた聞こえたけど。あれ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 あにょーん。ついに帰って来られました。おかえりなさい。おかえります。おかえります。おかえりなさい。これ何ヶ月ぶりや ?3 ヶ月ぶりか。そうやな、3ヶ月ぶりやな。うん、そんなだった？そうだね。なんかあんまそんな感じしないけどね。そうね、昨日見た感じするけどね。ほんままあでも1週間、2週間ぶりぐらいの感覚やけど、うん、そうだね、私もそんな感じする。どうやった？寂しかったよ。日本どうやった？いや、もう、うん、日本めっちゃ楽しかったね、うん、いや、美味しいものたくさん食べて、うん、食べてラーメン食べて、寿司食べて、うん、免許取って、あ、そう免許ね、やっと取りました、あ、すごいよ、運転免許は、うん、これからよろしくね。あ、大丈夫ちょっとこう、最初スイを乗せていったら練習してなんで俺やねん。心配だわ、うん、心配、どっちも心配どっちも心配やろ、どっちも心配やろ、レクチャー欲しいから、うん、で、歯を直そうと思ってあ、そう、ちょっとまだ痛いんですけど直せずに帰ってきたあの、そう、親知らずで行ってきたから、うん、いや、本当あの大事だから、みんな、あの気をつけて、気をつけないかな、あんまりね、放置したら危ないからね。ということで、皆さんこれからもよろしくお願いします。ということで、今日はね、ゆきちゃん復活第、一発目ということでね、うん、僕たちの大好きなあのアーティスト、あのアーティスト、うん、あのアーティスト、まあ、第2弾ですね。第2弾、第2弾になります。第2弾となる、そう、安全地帯、玉置浩二さんです。レジェンド、レジェンドですね。で、まあ、ちなみに、うん、俺はずっとやりたかったけどね、やっぱりね、そう、ゆきちゃんが持ってきたらさ、やろうと、そう、ゆきちゃんと一緒に見たいなっていうのもあったから、うん、うん、そう、で、今日まあ2曲俺用意させてもらって、うん、もう大名曲、これほんまに大好きで、ずっと俺もこれを紹介したかったんやけど、うん、今日まあタイトル多分ちょっと迷ってるけど、玉置浩二さんと安全地帯2つになるかなと思ってんのよ。だからどっちもの第2弾っていう感じになっちゃうと思うね。なんで、なんか1曲は、うん、玉置浩二さんのソロで、うん、1曲は安全地帯、うん、そういうこと。あ、そんな、うん、で、なんで最初こう安全地帯の第2弾と思ったんやけど、この1曲目に見せようと思ってる曲が、うん、安全地帯で最初こう発売された曲なんやけど、この歌ってるの玉置浩二さんだけなんで、ソロでも一応ライブアルバムとしてその曲が入ってて、あ、なるほどね。そう、玉置さんの一人でもその公演で歌われてる曲やから、うん、今回見せるのは、玉置浩二さんが安全地帯ではなくて個人で、うん、ショーをされてるやつと、2曲目はもう安全地帯でっていうことで、そういう、まあ、タイトルになるかなってちょっと思ってるんやけど、うん、1曲目の軽い説明すると、まあ、ゆきちゃんを待ってる間の、俺とスンヨンの気持ちっていう感じやと思うわ、うん、曲名が、うん、君がいないから。おこのままでも大名曲やから聞いてみろ、聞いてみて、久しぶりやな。いやね、玉置浩二賞、これマジで、そう、玉置浩二賞、すごいな、キング感も出てるやろ
時しかない、それしかないのに君がいないから。これやばいな、なんかこの曲も2曲目もそうなんやけど、なんか結構俺がさ歌詞見ても奥深くて、玉木さんのこの歌詞って、うん、なんやろ、聴く人によって受け取り方が変わるんかなっていう、うん、どういう曲とはなんか掴み取りづらいというかさ、うん、なんか感じるものっていう感じやんな、ほんまに理解するっていうより、うん、なんかそういう曲やない、俺あんまりね理解しませんけどね。そのまま、まあ、受け取るって感じだから、そう、そういう曲だと思うね。でもすごいなって普通に聞いて、さすが、ね、なんかやっぱり感情の伝え方が、そうそう、ほんまそう、本当にもう見るたびにね思うけどね、もうすごいなって。なんかタイトルから想像してた感じの曲よりは、うん、なんか。あったかさがあったっていうか、もっと寂しい感じかなって思ったけど、うん、あ、なるほど、行かないで的な、うん、そうそう、うん、って思ったけど、そうやねんな、なんか、うん、あったかい気持ちになれた、うん、君がいないから、そうやな、伝わった、こちらの気持ち、うん、ゆきちゃんがいないからやんな、そう、対面してくれてるからさ、これでこの曲でこちらの気持ちもね、うん、ちゃんと伝わってほしいなって、そう、よかったな、それは。玉木さんってほんまにその歌唱力とかさ、その、うん、すごいとか、そういうシンプルなあれじゃないよな、なんかもう、こう言葉にできないよね、本当にそういう技術とか歌詞とか全てがこうアートとして、うん、で、じゃあ2曲目いこうか、うん、うん、2曲目、曲名がね、あの頃へっていうね、これも歌詞が深くてね、もう本当に一緒で、うん、なんかシンプルに受け取ることはできないというか、うん、でもなんかもうすごいこう伝わるものがあるっていうような感じで、うん、ちょうだい、あのね、これゆきちゃんにも、なんていうの、雪が降る遠いふるさとっていう歌詞で始まるから、お、うん、ゆきちゃんにも伝わるやろな、あ、そういうの好き、うん、雪が出てくる、すごい日本っぽい、もうね、もう全てパフォーマンス、ステージングとか、もうこれ全部がいい、もう大好きなの、これ日本っぽさもがあって、うん、マジ天才やんな、玉木さん、最後まで、うん、これ一本太鼓だけもうかっこいいやろ、この演出というか、うん、あ、これは若い、若い、ね、若い、若いね、あ、そうそう、うん、すごいな、エロ、うん、そう、この時点でさ1位走ってるやん、そうそうそうやね、もうね、頭抜けてんねん、すごい、鳥肌立つもん、今こうやってみんなで見たら、なんか改めて見ても、あー、我が、あの心からすごい伝わるわ、ちょっと待って、伝わった、俺も、連れて行けた
よかったわ。素晴らしい。壮大。うん、壮大やな。ね。うん、なんか歌詞から表現力から、うん、なんか作曲から、うん、ステージングからね、すべてが壮大。これが俺のお気に入り第2曲やな。第2曲やで。大いて、おっきい第2曲やで。あ、はい、そっちか。うん、そちょっと今日ちょっとふざけたいなと思ったからさ、これ見たらね。そう、ごめんなさい。そう、今日なんか久しぶりの3人やからさ、ちょっと盛り上がる曲もしたいなっていう気持ちも本当はあったんやけど、うん、でもなんか俺の中では玉木浩二さんって安全地帯やっぱみんな大好きやし、うん、まあずっとやりたいなっていうのを思ってたから、ゆきちゃん待ってたのもあってさせてもらおうかなと思ったんやけど、うん、ということでさ、まあなんか今回こうゆきちゃん久しぶりに戻ってきて、それまでさコメントとかでもこうどうや何してるんですかみたい なとか質問とかさいただいたりするやん。でまあゆきちゃんが日本に行く時もそんなにそういう説明とか何もできなかったし、なんかもしもそういう質問いただけるんか分からんけど、うんうん、僕たちのそのプライベートというかに関する質問とかあれば、うん、なんかちょっと答えていきたいなっていうふうに思うけど、そうなんかちらほらまあいただくやん、うん、そんな多くはないけど。うん、もしあれば、もしよろしければちょっと質問して、うん、なんか気になることがあれば何でもちょっとこのコメント欄に何か残していただいたらもう全然、気にならなければ気になるか誰が興味あんねん、あ答える線で、まあ一応答えるんでそうやな、スンヨンが滑ってお答えしますということでよろしくお願いします、うん、よろしくお願いします。まあ、ほんまにね、ゆきちゃんお帰りなさいということで、これからね、うん、また3人で、まあ、俺も多分これから多分3人揃ったから、うん、ちょっとね、韓国の歌詞も紹介したいしみたいな感じで、うんうん、確かに確かに、そうそうそう、はい、だからそう、お互いにね、自分が好きなジャンルのさ、アーティストでもね、うん、探検していこうっていう感じだな。そうやな、まあ、それも加えてなんか、またさ、ビッグニュースっていうか、うん、こちらビッグニュース、ビッグニュースっていうか、3人で喋ったよ、さっき3人で喋ったやつ、姿勢正しとこう、うん、うん、まあ、なんか今のチャンネル名が浩二スンヨンなんけど、うん、多分この、ね、そのこの動画が発信していく時点では浩二、うん、スンヨンじゃなくてもっと、うん、そうやね、名前を変えて、名前を変えて、最初はこのチャンネル自体、まあ僕とスンヨン2人で、そうそうそう、まあ、始めたチャンネルやけど、うん、まあ、ゆきちゃんと一緒にね今はやっていって、これからも多分やっていくっていうことで、うん、まあチャンネル名と、ね、ちょっとデザインが変わって、まあ、ここでこうやってね新しいね、新しい音楽の楽しいというまあ、僕らのチャンネルらしく、うん、そうやな、これからやっていけるように変えていこうかっていう感じだね。うん、ビッグニュースです。ビッグニュース確かに。チャンネル名はどうなるんですか？新しいですか？チャンネル名はね、うん、今のところはね、うん、ミュージックストリート言わさないでこれあんまり言う声に出すとちょっと微妙やな、これ略して M スト。さっき僕らなんかちょっとパクリじゃないですか、大丈夫ですか僕らがね、セサミストリートのキャラクターに似てたということから、ミュージックストリートいいんじゃない、略して M ストやしという、すごい安易な考えで5分で決めちゃったけど、でもそういうのが意外とさ、良かったりするんかなって信じてる俺は。いいと思う、いいと思う、いいんじゃない、嬉しい、言うより大丈夫、そうやな、まあいろんな方面から力を借りてるということですね、うん、そういうアイディアもねそうだね、うん、ということで、これからまた3人で、頑張っていきたいんでね、うん、よろしくお願いします。お願いします。さあ、何か言い残したことありませんか？いや、今日はこれで多分大丈夫だと思います。はい、うん、今日はしちゃいました。カムカムだー。チャンネル登録、いいね、コメントお願いします。くどう、ちょわよ、ふたけよ、とばよ。